言ということになります。このロボットはですね、先ほどのロボリーメーカーを使用することで、いろいろ条件分岐ができるようになっていますということをお話ししましたけれども、これ足踏みを、足踏みからですね、それからいろんなものを、横方向の平行であったり、前方方向の平行を足し算を引き算するだけで加わって、実は足踏みを基本としてですね、前方方向の動きであったり、横、斜め、